うごめく黒トカゲ国衣夫人は地底王国の女王の誇りからも縄目の恥に耐えかねたのであろういずれ逃れぬ運命とはいえせめて最後を潔く密室に閉じこもって我と我が命を絶とうとしたに違いないそれと気づいた明智小五郎は騒がしい捕り物の場を後にして単身彼女の資質に駆けつけた。 おい、開けたまえ僕は明智だ一言言いたいことがあるぜひここを開けてくれたまえ忙しく叫ぶと中から力ない声が答えた明智さんあなたお一人だけならばうん僕一人だよ早く開けてくれたまえ鍵を回す音がした ドアが開いたあた。遅かった君は毒を飲んだのか踏み込みざま明智が叫んだ国衣夫人はやっとドアを開けたままその場に打ち倒れていたのである明智は床にひざまずいてそのひざの上に女族の上半身を抱えのせ せめては断末魔の苦悩を和らげてやろうと試みた今さら何を言っても仕方がない安らかに眠りたまえ君のためには僕は命がけの目にも合わされたしかし僕の職業にとってはそれが貴重な体験にもなったのだよもう君を憎んでやしないかわいそうにさえ思っているああそうそう 君に一言断っておかねばならぬことがあ,った君があれほど苦心をして手に入れた品だけれど岩瀬さんのエジプトの星は確かに僕が預かって帰るよ無論本来の持ち主にお返しするためにだ明智はポケットから大宝玉を取り出して女族の目の前にかざした黒トカゲは強いて微笑を浮かべ 二三度うなずいてみせた早苗さんは彼女は塩らしく尋ねるのだ早苗さんああ桜山陽子のことだね安心したまえ。香川君と一緒にもうこの穴蔵を出て警察の保護を受けているあの娘にも苦労をかけた今度大阪へ帰ったら岩瀬さんから十分謝礼をしてもらうつもりだよ 私あなたに負けましたわ何もかも戦いに敗れただけではないもっと別な意味でも負けたのだということを言外に含ませて言うと彼女はすすり泣き始めたもう上ずった両目から涙が止めどもなく溢れ落ちた「私あなたの腕に」 抱かれていますのね嬉しいわ私こんな幸せな死に方ができようとは想像もしていませんでしたわ明智はその意味を悟らないではなかった一種不可思議な感情を味わわないではなかったしかしそれは口に出して答える術のない感情であった 妻の女族の告白は謎のごとく異様であった彼女はこの旧敵を彼女自身も気づかずして愛し続けていたのであろうかそれゆえにこそ闇の洋上に明智を葬った時あのように激しい感情に襲われあのように涙をこぼしたのであろうか明智さんもう。 お別れです。お別れにたった一つのお願いを聞いてくださいません。唇をあなたの唇を国威夫人の死守はもう痙攣を始めていたこれが最後だ女族とはいえこの可れな最後の願いを 退ける気にはなれなかった明智は無言のまま黒戸影のもう冷たくなった額にそっと唇をつけた彼を殺そうとした殺人鬼の額に今はの口づけをした女族の顔に心からの微笑が浮かんだそしてその微笑が消えやらぬまま彼女はもう 動かなくなくっていたそこへ取り物を済ませた刑事たちがどやどやと入ってきたが一目この不思議な情景を見ると入り口に立ちすくんでしまった「鬼」と言われる刑事たちにも感情はあった彼らは何かしら厳粛なものに打たれてしばらく物言う力さえ失ったのである。 一世を新せしめた、代の如属黒トカゲはかくして息絶えたのであった名探偵明智小五郎の膝を枕にさも嬉しげな微笑を浮かべながらこの世を去ったのであったふと見ると最前刑事の手を振り払って逃げた時黒衣の袖が破れたのであろう美しい二の腕があらわになってそこに 彼女のあなたの由来をなしたあの黒トカゲの入れ墨がこれのみは今もなお聖あるもののごとく主人との別離を悲しむかのようにかすかにかすかにうごめいているかに感じられたのである。